第16代ダービー伯爵、フレデリック・アーサー・スタンリーは、イギリスの政治家、貴族、軍人。ビクトリア朝の保守党政権で、閣僚職を歴任した。首相を務めた第14代ダービー伯爵、エドワード・スミス・スタンリーは父である。1841年1月15日、第14代ダービー伯爵、エドワード・スミス・スタンリーと、その夫人、エマの次男として生まれる。兄に、 第15代ダービー伯爵となるエドワードがいる。1858年にイートン・カレッジを卒業し、この F 表第一連隊に、小位階級で入隊した。1862年には大位に昇進する。1865年に軍を辞して、プレストン選挙区から保守党候補として出馬し、庶民院議員に当選、正解へ転じる。第2次。 ディズレーリ内閣では1874年から1877年まで陸軍省財務政務次官、1877年から1878年まで財務省財務政務次官を務めた。アニ・エドワードは第二次ディズレーリ内閣で外務大臣を務めていたが、ロト戦争をめぐってディズレーリの方針に反発して1878年に辞任し自由党へ移籍した。 一方、フレデリックは保守党に泊まったので、以降しばらく兄と険悪な関係になった。兄の辞職後、内閣改造が行われ、フレデリックは枢密顧問官に列するとともに、陸軍大臣に就任した。就任早々、ディズレーリの意を組んで、インド軍をマルタ島へ派遣した。ベルリン会議で、講和条約が結ばれた後もインド軍をインドへ戻さず、条約で新たな、 英国領となったキプロス島に移した。フレデリック自身もキプロス島視察を行ったが、中流軍の士気が低いと感じ、軍隊内の鞭打ち制度を廃止する意思を固めた。1879年に鞭打ち廃止を含む陸軍規則維持法案を提出したが、保守党内や軍部内からの反発が強く、可決させることはできなかった。結局この法案は自由党政権の第二次。 グラットストーン内閣で可決される。1885年6月に成立した第一次、ソールズベリー公爵内閣には、植民地大臣として入閣した。1886年8月に成立した第二次、ソールズベリー公爵内閣では初め、通商大臣として入閣した。また同月に、プレストンのスタンリー男爵に除されて、貴族院へ移籍している。 1888年にカナダ総督に転じた。フレデリックは小英国主義者である兄と違って帝国主義者であったため、カナダ総督の職務を大英帝国の重要な歯車として誇りを持っていたという。フレデリックの尊厳ある立ち振る舞いはカナダ人からも広く尊敬されたという。1893年に兄が子供なく死去したため、フレデリックが ダービー白尺くらいとノーズリー荘園を相続することになった。これを機にカナダ総督を辞職してイギリスへ帰国し、領地経営に専念するようになった。以降は、政界の第一線から退くも、1895年から1896年にかけてはリバプール市長を務めた。1897年からランカシャー州知事、1902年から プレストンのギルド市長、1904年から大英帝国連盟会長を務める。1908年6月に、ケント州ホルウッドで死去した。灼位と家督は、長男エドワードが継承した。ダービー伯爵の銅像長男、エドワードの影響で競馬に熱心だった。ジョージ・ラムトンを、調教師として雇い、多数の馬の調教を彼に任せた。 1896年のオークスでは、ダービー伯爵の持ち馬、カンタベリーピルグルムが後退し、バーティの持ち馬、セイスを下して優勝を果たしている。ロンドンのフリーメイソンのロイヤルアルファ、ロッジノー16のメンバーだった。カナダ総督時に NHL の優勝トロフィーである、スタンレイカップを寄贈したことでも知られる。1864年に第四大クラレンドン伯爵。 ジョージ・ビリアーズの娘コンスタンスと結婚し、彼女との間に以下の重視を設けた。ありがとうございます。